はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は絶対に受けてほしいクエスト、紹介していきます。受けれる場所はここ、ジュレットの町ですね。そこの、井戸があるんですよ。この井戸に入ってみてください。井戸の中に入るとボルターのカバン工房というものがあります。そこの子供に話しかけるとクエストを開始することができるので、これをやっていきましょう。頑固職人の息子。このクエストですけども、かなり序盤の方から受けることができます。ですけども、クリアできるようになるのはある程度進んでからだと思います。とにかくリザードマンが強いので、それに勝てるようになるまで先に進んでからやっていきましょう。このクエストで必要になってくるのがリザードマンのオオトカゲの皮、そしてジャガーメイジのなめしエキス、この2つですね。ではまず最初にジャガーメイジのなめしエキスをゲットしましょう。あ、ようやく落とした。結構時間かかります。なめしエキス。10体ぐらい倒してようやく出ましたね。結構出にくいっぽいです。次、リザードマン行きましょう。今みたいなパーティー、40代とかになるともう全然余裕でいけるので大丈夫です。さすがに20とかだと勝てないと思いますけどね。やっと出た。リザードマンも5回ぐらいはかかりましたね。結構2体ともかかるみたいです。ちなみにリザードマンがいる地域はちょっと限られてて、これですね、地下坑道の近くですね。そのあたりに、多めに出るみたいです。それではアイテムゲットしましたので報告に行きましょう。報告渡します。わかりました。なんと使うものを100種類持てるようになりました。今までは50種類だったんだけども倍になります。アイテムがいっぱいでね、捨てたりしたことが俺結構あったので、これね、100種類になるとものすごく嬉しいですね。はい、ということで今日はクエストナンバー14、頑固職人の息子やっていきました。これ絶対にやるようにしてください。カバンがね、倍アイテム入るようになりますのでものすごくお得です。ただしレベルはね、30ぐらいないとちょっと厳しいかもしれません。リザードマンがちょっと倒せないんでね。なので、時期が来たらすぐにやるようにしてみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。